こんにちは、ビハイア株式会社の平田です。こちらでは私が書いたですね、記事の生理休暇についてちょっと書いている記事の補足の動画となります。生理休暇 100% の OK のビハイアで働く健康と仕事の両立についてなんですけれども、これは女性向けの一応記事にはなっちゃうんですけれどもね、新卒の。じゃあ生理休暇って、普通に言われてるんですけども、実は結構ちゃんと取ってる人が少ないんですね。世間ではって感じです。で、なんでかっていうと、これもですね、なかなか男性だと分かりにくいんですけど、なんとか頑張りゃいけるかもしれないっていうようなところの線引きが、例えば熱が出るとかじゃないんで難しいっていうのと、なんとなく生理休暇で休むって後ろめたいってやつですねがあるから、結局休めなくなっちゃうわけなんですよ。で、そうは言ってもしんどいし、しんどいってことはパフォーマンスも下がるしということで、実は本当は会社にとってもあんまりいいことがない生理休暇が取れないっていうのが一番悪いんですけどねっていう話なんですけれども、実際じゃあ私たちは生理休暇に限らず、いろんな健康とか仕事の両立についてどう考えているから、じゃあ生理休暇については取れるっていうような話を中ではしています。で、これ自体ですね、生理の真っ只中で書いて、でもう最初は大丈夫だと思ってたんですけど、だんだんしんどくなったんで、途中でもうすぐに納品っていうんですかね、文章だけ上げて、その後寝たらしいんですけど、私これは。なので別にもう無理をですね、必ずしもしなくてもいいですし、無理するぐらいだったらちゃんと健康になってから責任を果たしてほしいなっていうのが、簡単な私からの意見になりますし、うちの会社結局代表は男ですし、その他にも男性は結構多いんですけれども、でもできるだけ女性のなんでしょうね、そういう特有の大変さっていうのも理解しようとしてくれてるんだよっていうような記事でした。女性の方はぜひ参考にしてみてください。